津島雄二は、日本の政治家。衆議院議員、厚生大臣、衆議院予算委員長、自由民主党税制調査会長などを歴任。元奥ラ官僚。現在は、田辺総合法律事務所弁護士、税理士、新生銀行顧問。旧姓は、島、上野。妻は、作家、太宰治の長女、津島園子。長男は、 自民党衆議院議員の津島厚志、東京府出身。1953年に東京大学法学部法律学科卒業後、大倉省に入省。大臣官房財務参事官室に配属。フルブライト小学生としてアメリカのシラキウス大学に留学。その後、1963年に在フランス、日本大使館一等書記官を務める。 1990年2月、第2次山内閣で厚生大臣に就任。1976年の初当選以来、高知会に属していたが、1994年に下記の自民党離党に伴い離脱。1994年、自社差連立政権構想に反対し、回復都市記を説得し、非自社差連立の統一候補へと担ぎ上げる。 内閣総理大臣指名選挙では非自民連立の統一候補となった海部都市を支持し自民党を離党する。高市会を経て7月に自由改革連合に参加後、新進党には加わらず、無所属を経て1995年3月自民党に復党。復党後は平成研究会に加入。2000年7月第2次森内閣で2度目の厚生大臣に就任。 2005年11月4日、旧橋本派の後継会長に就任し、津島派を率いる。保守本流派閥と呼ばれた旧橋本派の領袖に、戸座までで戻りという経歴を持つ津島が就任したことは自民党派閥の変化の一つとされている。平成研究会の人材不足の中、給与の策として、衆院の当選回数最多であった津島に白羽の矢が立ったのであった。 このような事情と就任時75歳と高齢であったことから会長とはいえ総裁候補という見方は全くなかった。2006年には自民党税制調査会会長に就任。地方選でながらふるさと納税には慎重な姿勢を示していた。2008年11月19日、元厚生事務次官宅連続襲撃事件に関し、 厚生労働行政を批判してきた野党やマスコミの論調に原因の一端があるとの認識を示し厚生労働省の仕事の成果を評価できないような論評ばかり行われているその結果理不尽な行為につながったとすれば本当に残念だと述べた2009年7月19日第45回衆議院議員総選挙に出馬しない意向を表明し7月21日の 衆議院解散に伴い、正界を引退した。こうした動きは、週刊文春から、出世レースの敗北により転身した雇われマダム、その子夫人頼みの平成無責任男などと、酷評された。なお、平成権の公認会長には、ぬかが福士郎が就任した。旧姓は、島、上野。妻は、作家、太宰治の長女、津島その子である。 衆議院議員の津島敦氏は長男。元衆議院議員の津島京一は遠赤にあたる。ありがとうございます。